1月16日夜、東京の国電お茶の水駅構内で中央線下り電車が追突。乗客154人が重軽傷を負いました。原因は後続電車運転士の信号無視によるもの。負傷者は直ちに付近の病院に収容。幸い死者はなかったものの、この事故がラッシュ時に発生していたら大惨事となっていたのです。追突した山中運転士は事故直後、負傷者の救出活動もせず姿を消し、約3時間後に自宅で逮捕されました。事故防止に自動列車停止装置を過信する国鉄幹部。しかし安全装置を無視しがちな過密ダイヤの中で、運転士の見込み運転が今回の事故に結びついたのです。